まあね、あの他人のために時間を使うと人生はどんどん摩耗していきますけども、まあ、唯一ね私が例外と思えるのが、まあ、家族がいる場合じゃないですかね。あの家族に対して自分の人生の時間を使っていくのは、まあ、そういう覚悟で家族ってのを作るものですからね。これは仕方がないと思いますし、まあ、他に時間を使うものっていうのはないと思うんですよ、うん、問題は家族に時間を使うために深夜営業したり休日出勤したりとかっていうのは別にありだと思うんですよ私は。ただ他人に時間を使ってね家族と過ごす時間がなくなるっていうのは、これは果たしてあなたの求めているものなんですかってことなんですよ。でこれ何が言いたいかっていうと、このカメラ転売で小野田さんね未だに稼げるわけなんですよ。でもカメラ転売はやってないんですよね今はね。なんでかっていうと、カメラ転売よりも相対的にもっと時間とかお金が生み出せるものに移っていってるわけなんですよ。でこれねあんまり言いたくないことっていうかね、こんなこと言ってあれですけども、小野里さんと知り合った頃って小野里さん結婚されてたんですよ、ね、今は離婚されてるみたいですけどね、うん、ちょっと小野里さんの話は置いといてね、置いとくことはできないかもしれませんけど置いといて、こう言いましょう。自由な人生を歩みたくって離婚する人がいるってことなんですよ。家族がだから自分の人生の足かせになるっていう現象はあるんですよね、うん、だからそれはね本当にいろんな事情がありますけども、人と人ってのは長続きしないってことなんですよねきっとね。だからこそ家族っていう契約を交わすんじゃないですかね。その家族っていうのは別れるのがものすごく面倒くさいんですよ、手続き上も法的にも、親戚縁者との関係とかもね。で家族と離れるとやっぱ人間関係大きく変わってすごくダメージを受けるんですよね。でもそうじゃない人もいるんですよ、スパッと別れられるね。それは完全に自立してる人なんですよ。いてもいなくてもいいというね状態になってきて、単なる包容力で面倒見てあげてるっていうね。でそれがあのいわゆるコミュニティの存在なんですけども、花屋龍馬さんのなんとかコミュニティっていうのがありますよね。なんとかコミュニティっていうのは何てつけてるのか分かりませんけども、そのコミュニティもはっきり言ってあの生徒さんが来なければね成り立たないかっていうと、別に花屋龍馬さんは一人でもやっていけると思うんですよ。一人でやっていけない人を受け入れるためのコミュニティを作ってる。それがいわゆる、まあ、家族と言えなくもないんですよね。で当然ですけど子供っていうのは生まれたばかりで何もできないんで、それは仕方がないじゃないですか。ちょっとずつ育てていかないといけないんで、それがだから家族の醍醐味なんですよね。無条件で力のある人に引っ張っててもらって、保護されるっていうのがね。だそれを疑似的に作ってるのがなんとか塾であったりね、昔で言うと株式会社みたいな暮らしだったんですけども、で私が深夜起きてるのはこれが喜びだからなんですけども、大抵の人は生活費が足りないから仕方なくやってるわけなんですよ。でここで工夫っていう話題でねお話しさせてもらいたいんですけども、まあ、工夫って人に教わってやるもんではないと思うんですよ、まあ、教えてくれて理解ができてその工夫ができればいいんですけども、そもそも今目の前にあるものを組み合わせて組み替えて別の形にするのが工夫ってことなんで、教えてもらわないと工夫が理解できないっていうのはなんかまるでね数学の公式を覚えてるような感じで、すごくレベルの低い話だと私は思うんですよ。例えば一つの何かを見てもそれを別のものに組み替えて次のフェーズに行けるっていうのの繰り返しがね工夫であって、それを間近で見れるのが塾であり家族っていうねもう単位だと思うんですよね、だからねこのカメラ転売と、まあ、私の動画見てくださってブランド物転売っていうのをね見てくれたと思うんですけども、私も別にあれ何ですかね、誰かに教わったわけではなくて、カメラ転売をすることによって別の場面でも使えるんじゃないかなっていうふうに工夫を勝手にしたんですよ。そもそも小野里さんがねこのカメラ転売の手法でブランド転売できますよって教えてくれてるわけでも何でもないんですよ。小野里さんのカメラ転売塾に入って学びましたけども、そんなこと一言も言ってないんですよ。ただ私がこれ他でも使えるぞと思ったりしたわけなんですよ。でもしかして花屋龍馬さんは自分のカード転売の中で、あこういうふうにやったらいいんじゃないかなっていうふうにカードを見て思いついたと思うんですよね。そういうふうに自分で思いつくことが工夫であって、教わることってのは単なる暗記なんですよね、学習なんですよね。だからそれは工夫ではないんですよ。だから人に言われて気づいたっていうのはすでにこれは思いついたわけではなくて、まあ気がついたっていうかね、新しい情報が入ってきたに過ぎなくってね。だからそういうことをやっていくといろいろ見えていくんじゃないかなと思います。自分が自分の発想を持ってるのか、それとも発想がないのかっていうことがね。でそこがまず第一歩じゃないですかね。シンプルに見て自分の能力がとっても低いんだっていうこと、そしてなんで能力が低いかっていうと、教わらないと身につかないってことなんですよね。もっと言ったら教わっても身につかないみたいなレベルになっちゃうんですよね。でここにはねはっきり言って学歴とかは全く関係ないんですよね。
それは花山さんも感じていらっしゃることだと思いますけども、学歴が高い人がいつも有利な立場にいるんだったら永遠に四大卒が勝つわけですよ。でも割合としては四大卒がまあね、いい立場を占めてますけども、でもそれも株式会社っていう仕組みが機能してるからなんですよね。四大から取っていこうって思ってるからなんですよ。でもそうじゃなくて関係なくて能力で、取っていくんだってことになったら、別にねどこを卒業していたかなんてあんまり関係ないんですよ。関係あるとしたらそこの出身校である人がすでに会社の中にいて、どうせなら自分の会社の後輩を採用したいよねって思う時ぐらいですよね。まあこれも結構大きいんですけどもね、同じ体育会系のクラブにいたやつを採用したいとかというのが、自分のいたコミュニティっていうのは一定の信頼があるから取りやすいんですよ。多分こんな感じのやつだろうみたいな感じ で、そういうところはそういうバイアスは働くですよね。まあ小野田さんのカメラ転売というね塾も結構な生徒さんいらっしゃいましたけども、集まってくる人がみんな言うのかというと、私はそうではないと思ってですね、それはどんなコミュニティも言えるんですけども、自分で学び、自分で気がついて、自分で工夫できる人が生き残っていくわけであって、ここに乗っかっていれば、ここに所属すればなんとかなるんじゃないかなっていう人は何ともならないってことですよね。唯一なんとかなるという場面があるとしたら家族みたいな関係じゃないですか。家族ってのはまあどんなにね困ったやつでも面倒見てもらえるんですよね。まあ、だから思い切って自分の生活引けたりとかいろいろ考えることができるのかなってところありますけども、残念ながら最近は家族っていう関係すら冷え込んでしまって、それは個人主義の進んだ結果じゃないかなと思います。自分のことができればもうあとは自分の力で自己責任でやっていこうよってものまで家族に持ち込んでしまうと、ね、家族ってものもね必要なくなったり崩壊していったりとか別れていってしまうってことにもなるかもしれませんね。さあ、それではね、今日はそんなところで動画終わっていきましょうか。あ、そうだそうだ、なんかね、花山さんね、音声がすごくちっちゃくなりましたね。デスクはこう、かっこよくなったんですけども、なんかマイク変えたんですかね。ちょっと音量を普段よりもね、だいぶプラスして聞いておりますけどもね。それとも、環境が良くなったんで、マイクから離れちゃったのかなとか思いながらの、今回の放送でございました。まあ、全然聞き取れないわけじゃないんですけども、ちょっと声がちっちゃくなったような気がしたんでね、なんだろう、たまたまのことだったのかもしれませんけども、まあとりあえずお伝えさせてもらいました。多分他の方気がついてもこういうこと言わないと思いますんで、私の方からちょっと音声ちっちゃくなったよということで、ね、言わさせていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。